皆さん、こんにちは。トラベルフォトライターが進めるおすすめのスポットということで、ミャンマーにあるゴールデンロックという場所です。これね、見てください。あの、岩がですね、今にも 落ちそうに乗っかっているけども落ちないというですね、不思議な場所でして、えー、かなり山の上のところに、えー、この岩が置いてあるんですけど、えー、もうね、巡礼の聖地みたいな形であのお祈りに来ている人がいっぱいいるんですけど、本当ね、この金色に塗られた岩が落ちそうで落ちないということで、こんな感じでですね、本当にあの不思議な ぜひ、これね、生で見ていただけると、やばいんじゃないかみたいな感じなんですけど、これね、近くに見るとなんかね、この隙間が入っていてですね、やばいんじゃないかって思うんですけど、大丈夫みたいということです。これね、ぜひ、えー、なかなかね、ミャンマー、あのー、 ミャンマーのね、直行便なんかも出るようになって、今までよりも行きやすくはなってると思うので、ちょっとね、かなりあの、首都ヤンゴンからは離れてますけども、ぜひね、あの、死ぬまでに一度この落ちそうで落ちない、もしかしたらね、あの、落ちちゃったらもう二度と見れないかもしれないので、このゴールデンロックに行っていただきたいなと思います。ただですね、このゴールデンロック、私が訪れたのは2014年なんですけれども、その当時はですね、えー、このようにですね、 えー、山に向かう,う、バスがですね、トラックの荷台ということで、えー、3、40人荷台に詰め込まれて山道を登っていくという非常に、まあ、スリリングな、まあこれ自体が面白いんですけど、まああのー、もうね、2020年になっているのでい、いくらなんでもこのトラックバスはもうちょっとまともになっているのかどうかわからないですけど、まあこんな体験もできるゴールデンロック、ぜひ行っていただきたいなと思います。 えちなみにゴールデンロックですけれども、えー、背景資料集写真集、仏教人、仏教遺跡というですね、えー、Amazon、Kindle の電子書籍で、えー、ゴールデンロックの写真を何枚か、えー、載せてますので、あの、呼び放題の方無料で見れますので、ぜひこちらでね、ゴールデンロックの写真、あと他に、えー、ミャンマーでおすすめのスポットなんかも、えー、こちらの写真集に載ってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。